はい、声が入ってなかったということなので、教えてよ。ごめんね。はい、もう一回やります。あは。はい、あれ、違う。どれだ。落ち着け、落ち着くんだ。はい、すいません。仕切り直すぞい。はい、猫耳エルフ魔法使いね、ファンタジーキャンプとか大好きなのがミミリです。よろしくお願いします。カメラっていうか写真撮るのが好きです。はい。ちょっと待ってね。お水飲んでいいかな。心臓に悪い。はい、自己紹介出します。もう一回見てね。はい、名前はもがみみりです。性別は男の子です。はい、年齢は103です。エルフだからね。で、身長はちっちゃいめです。ちっちゃいめなので、日本のお洋服とかはとても着やすいけど、海外のお洋服とか注文しちゃうと、裾を踏んですっ転びます。はい、体型は最近めっちゃ気にしてますけど、なんか運動とかも特にいいではないので、おーってなります。フィットボクシングを買ってくださいって社長に言ってます。はい。で、住んでるところは猫浜市で、出身はニャーロッパーです。ですね。あと、学歴はありません。ないです。だって、ヨーロッパから来たし、エルフの村から来たからよくわかんないです。お仕事は、魔法使いです。でも、今は、なんか、キーボードを、売るお仕事を手伝わされています。はい。でも、ご飯もらえるからいいです。お酒は飲まないです。お酒はお薬なので、ピンチの時だけ飲もうと思ってます。で、タバコは吸わないです。でも、煙は嫌です。これで、結婚はしてないです。エルフジはまだちびっ子だから結婚しなくて大丈夫です。子供もいません。趣味はさっき言った通りでファンタジーキャンプとカメラです。これで、ファンタジーキャンプって何っていう話をしないといけないですね。なんかさっき途中喋った気もするけど。はい。ファンタジーキャンプっていうのはファンタジーな装備をしてキャンプしに行く遊びです。これめっちゃ楽しいです。焚き火を囲んであったかくして、ご飯をみんなで作ったり、火の番をしたり、いっぱいお話ししたり、なんかお洋服すげーとか言って盛り上がったりしてます。で、なんか自分の好きなファンタジーで大丈夫なので、なんだろうな。ドラクエっぽいのとか、FF ってちょっと、サイバーパンク入ってたりするけど、FF っぽいのとか、ダークファンタジーとか、なんかみんな、ベルセルクのでかい剣持ってくる人とかみんないるので、自分の好きなファンタジーを持ってこようって感じです。はい。で、自分は、猫耳エルフ的には、中世にアロッパのご飯メニューを再現するのに今ちょっと凝ってて、なんか日本のご飯じゃなくてお豆を煮たりとかそういうことをしてます。なんか美味しいです。ハブとかね使うんですけどね、よく知られてるのだとじゃがいもがなかったりとか、アメリカ大陸がまだ発見されてないから、じゃがいもが使えなかったり、唐辛子があんま使えなかったり、そういうのがあります。はい。ね、やっぱりですね、茎ひと炭で火を起こしてご飯を作るので、大きいお肉をね、じっくり焼いたりとか、そういうのはめっちゃ楽しいです。はい。で、まあ、ね、火の管理とか、おトイレとかいろいろありますけど、まあ基本的にはまったりするのがメインの楽しみ方になります。はい。過ごし方は自由です。ただ、絶対守ってほしいのは、斧とかナイフとか使うので、安全に気をつけなければいけないですね。あとやっぱり、今ね、流行っている病気があるから、そういうのにも配慮して遊んでください。で、今ね、紹介する写真とか結構古いのとかもあるので、なんかマスクしてないとかあるけど、まあ、それはそれで、昔の写真だなって思ってください。ファンタジーキャンプね、なかなか最近出かけられなくてみんな困っているんですけど、ちょっと落ち着いたらね、また行って写真を撮ってこうと思ってます。で、撮ってきた写真を出しますね。わあ。これはあれですね。めっちゃ、エンジョイしているやりさんっていうお友達の人です。わぁ。落ち着いて、画面さん落ち着いて。はい、やりさんの写真が出ました。コスプレしてきても大丈夫です。平気平気。これは斧で巻き終わっている写真ですね。こういうので、ご飯を作ります。はい、これは、お姉さんがテント立てている写真です。このテントはでかくて2人か3人入れるやつです。八角形の、テントを、こう、床っていうか地面と、で、具を刺して固定して真ん中にポールをギュッて入れるとできるやつです。これ伸ばしている写真です。あれギュッてして伸ばしていくとこです。はい。なんかちょっと順番が先から、うんによって感じだけど、これは炭火でご飯を作っている写真ですね。薪をくべて炭、薪だけかな。お肉を焼いています。このフライパンは、こう、なんか、別のとこだけ売ってて、お手は、そこのキャンプ場に行って、薪を割って作ってねっていう、ちょっと面白いやつ。あ、はい、これテント完成した時の写真ですね。お姉さんの服めっちゃ可愛いですね。エルフもこんな格好したいです。はい、そうしたい。そして、なんかみんなこんな風にコンパクトに荷物をまとめていきます。すごい上手だと思います。ここミニエルフは、車の免許がないので、電車にどうやって荷物を乗っけるかで毎回苦戦してます。はい。これは、たくさんの人数でいた時のやつですね。あったかいお鍋で、みんなでご飯作ってるとこです。みんなの分作ってくれてる人がいるね。誰だろう。楽しい。あ、そしてやりさんに戻ってきました。写真は今回こんな感じです。なんかね、いろいろと楽しいんですよ。というわけで、あれ大丈夫かな。あ、大丈夫だった。びっくりした。まだ慣れてなくてごめんなさいね。はい、自分の全体像こんな感じです。ね、緑色のちょっと長めの袖のチュニックに、あ、袖と裾のチュニックにきなりのスカートを合わせて短いブーツをピュッて履いてます。かわいいでしょ。ねえ、赤いマントをかけて、腰の周りにいろいろ装備してます。左側に鉱石ランプ、魔石のランプをつけたりとか、なんだろう、にょ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 。毛皮をつけたりとか、ポーチとか。ちっちゃい小袋とか、布の袋とかをつけてます。はい。なんか腰の周りは、この時代の服ってポケットがないから、ポケットの代わりにいっぱいポーチをつけてます。はい。とっても可愛いです。これは、ママ上にいろいろ資料を渡して描いてもらいました。わあ、疲れた。ファンタジーキャンプの紹介はだいたいこんな感じです。ぜひですね、またたくさん写真あるので、写真を持ってきたりとか、なんか、ファンタジーキャンプ以外でも、ハンドクラフトのイベントとかでも写真撮ったりしているので、そういったものをお見せしたいと思います。今日のところはこのぐらいに。起きます。超怖い。ありがとうございます。ぜひ、Twitter をフォローしていただいたりとか、高評価をしていただいたりとか、あとなんだっけ。いろんな人に教えてあげてください。よろしくお願いします。次の配信は、写真が撮れたら、写真選別したらまたすぐやりたいので、ちょっと待っててください。よろしくお願いします。じゃあまたね。